優しい腕時計 YouTube チャンネル腕時計のある人生の RY です。ラジオ関西アナウンサーの春名優希です。この間、はい、私機械式時計のグランドセイコーの時計をつけたまま、はい、まあ手を洗っていたんですよ。はい、でしたところビューズが開いていたというか緩んでいたというか、マジですか。時刻を合わせた後に閉めていなかったんでしょうね。時計は動いていたんだけれども、うん、そのねじ込めてなくて、はい、めちゃくちゃヒヤッとしたし、いつから開いてたんだろうってめちゃくちゃで、それその前に気づいてない前にもし中に入ってたらみたいな感じで、久々にやらかしたなって思ったんですよ。なるほどね。はいはいはい。それは本当に怖い話だったんですけど。いや、それは怖いですね。ひんやりする話ですね。腕時計を、まあ、愛好している好きな人、うん、それから、まあ、つけなければならないからつけている人限らず、うん、まあ、腕時計をつける以上、はい、何かしらのあこれやっちゃったなっていうエピソードがあるんじゃないかなと思っていて、この間会った友人は、うん、地下鉄かな、東京に住んでるんですけど、はいはい、どこかで、うん、何かで外して、うん、25万20万ぐらいの時計をなくしたっていう、もうそれで、ちょっとまあ腕時計がつけられなくなってっていうようなトラウマになっちゃったと言ってたんですけど、それは悲しい。さすがにRYさんはそういう腕時計絡みのやらかし、はい、後悔してることってなさそうなんですけど、どうですか？いや、全然ね、こうしくじりというか、ああやっちまったなっていうのはありますよ。あるんだ。あれあれ、全然あります。まあいつも以上にとか人並み以上に腕時計をつける回数も多いだろうし、うん、ね、見ている回数というか意識している回数、時間っていうのも長いだろうから、まあ、ないでしょって聞いたけれども、あるんじゃないかなって期待もちょっとあったんだけど。いや、まあ、私が今言ったような基本的なところから、うん、RY さん自身ならではみたいな、うん、今日はしくじったエピソード、はい、絶対ね、まあ、大きなあなたもあると思うんですよね。ちょっといろいろ聞いていきたいなということを思っていまして、RY さんを今日は反面教師としていただきたいと思います。それでは RY さんによります時計版しくじり先生のスタートです。優しい腕時計。はい、というわけでですね、今日は RY 先生とここからはお呼びしたいと思います。はい、腕時計にまつわるしくじりエピソードを教えてください。はい、それではですね、はい、まず1ページ目をめくってください。はい、めくりました。はい、お願いします。ブライトリングのブレスレットを売ってしまったというですね、しくじりエピソードがあります。ブライトリングのブレスレットを売ってしまった。はい、これはどういうことですか？これはですね、私2019年に、はい、あのブライトリングのナビタイマーというですね、はい、腕時計を中古で購入したんですよ。はい、でそれがですね、あの金属ブレスレットの状態で来たんですね。ほう。で、いや、まあこれはこれでかっこいいけど、やっぱね、うん、革ベルトでつけたいなって僕は思ったんですよ。うん、で革ベルトをですね、あのブライトリングの正規店で買ってですね、じゃあもうこの金属ブレスレットもういらないやということで、これちょっとメルカリで売ったら高いんじゃないのと思って調べたらね、結構な高額で売れるんですよね。ベルトだけ、ブレスレットだけ。ブレスレットだけで13万円とか12万円とかで売れるんですよ。え、そんなに？そんなに高く売れるんですよ。だからお、これはいいやと思って、あの金属ブレスレットをですね、売ったんですよ。目がくらみましたね。目がくらんだんですよね、その時は。で、やっぱしばらくしてると、やっぱ金属ブレスレットかっこいいなって思えてくるんですよね、売った後に。で、うわ、だからしくじった、うわ、これね、また買い直そうと思ったら、正規店で買い直そうと思ったら20万円ぐらいするんですよ。でものすごく高くって買えずにですね、NATO ベルトに付け替えたりとか革ベルトにしたりしたんですけど、やっぱりね、金属ブレスレットを売るべきじゃなかったなって、あの目の前のお金にあの目をくらますべきじゃなかったなっていう、ちょっとしくじるエピソードですね。はあ、
だから RY さんってね同じモデルで、うん、腕時計のね、はい、デザイン文字盤の色も一緒サイズも一緒で、うん、ベルトが金属ブレスレット金属か革か、うん、ナイロンかみたいなさまざまなラインナップがあった場合は絶対金属を選べってい う, そういう話をこの番組でもしたじゃないですか、うんうんうん、なぜならばそのブレスレットに一番そのお金がかかっているからってい う, そうです買い直す時が大変だっていう話をしていたにもかかわらず その裏にはこんなしくじりエピソードがあったってことですねしくじってしまいましたね結局買い直したんですかそれは。いや結局ね我慢してもうずっと、うんうん、買い直さなかったですね。うわそれはまた一つの楽しみが奪われてるっていうことにもなりますからね。だからねブレスレットはね手元に置いときなさいという反面教師です。そうです。でもブレスレットだけ欲しいって人もいるんですね。いやいるんですよね。結構ね売られてますし、うん、買われてますね。うーん、一つ目の、まあ、教訓というか、はい、ブレスレットいつか前に戻したくなる時が来るから置いとけ。これですね。はい、これです。勉強になりました。はい。そして続いてのページをめくってください。あ、そう。ページ、はい。そうだった。はい、お願いします。ロレックスを2週間でぶつけた。やらかしエピソードです。これは。うん、これはね、本当にね、やっちまったなっていう話なんですけど、まあ、この番組でも、たびたび話してるかもしれないんですけど、僕がね、初めて高級時計を買ったのがロレックスのサブマリーナと。いう時計で仕事でこう海外に向かう空港でですねロレックスにたまたまこう入ってで店員さんに聞いたら出してもらえたっていうエピソードでですね僕はそれをこうロレックスを持ってですね船に乗るんですけども。あ、そうなんだ。家に帰る前にか。そうそう、だから買ってから仕事行ったん で, で船に持ってったんですよね。あの緑の紙袋、はい、でそうだったか、はい、そうだからさすがに仕事中につける勇気はなかったんで夜な夜なですね、うん、自分の部屋に帰ってきてからこの緑の箱を開けてうわ綺麗だな綺麗だなっつって、うん、あの部屋でねロレックスサブマリーナつけてニヤニヤしてたんですよ、はい、なんですけどやっぱりねちょっとこれ腕につけて歩きたいなってなってきて船の中散歩しようと思ってですね腕につけて、で船にはですねこの防水扉と言われるですねめちゃくちゃ頑丈な扉があるわけですよ。でそこをですね通過しようとしたところですねやっぱ普段つけ慣れてないものだから距離感覚ミスってですねガシャーンとねサブマリーナをねこう扉にぶつけてしまってですねで青ざめて扉を見たらですね、うん、もうロレックスぶつけたところえぐれてるんですよ。ものすごくゲリベリベリベリと。でロレックス見たらですね、うん、もうその船のペンキ白いペンキがですねベリーってこう剥がれてねついてるわけですよロレックスに、はい、うわこれ終わった死んだと思ってですね急いで部屋に帰って、うんこうね、ティッシュでねもう死に物震いでこう拭いて、大丈夫傷ついてないよねと思ったんですけど、勉強を剥がしたところですね無事、うん、傷もついてないというですねよかったよかったと。笑っちゃダメだけどやっぱもうこう焦ってるアロワイさんの顔がなで驚したというエピソードでですね距離感気をつけてください。距離感気をつけて時計つけると、うん、そのねたった厚さ十何ミリの世界ですけど人ってね、うん、ぶつけるんだなっていう距離感これに気をつけていただきたい。あれなんででしょうね。確かに普段生活してて、うん、家に帰ってそのぶつけることなんてないのに、うん、ちょっと腕時計外すの怠けてそこらかしこう家の中歩いてみたらたまにコツンってありますよね。いやありますよね。なんなんですね。そうだから人間って知らず知らずのうちに本当ミリ単位で距離感測って動いてるんじゃないですか、うん、そういうことか。でそこに急に12ミリ13ミリの時計つけるとガツってぶつかるっていうね最新の注意を払っていたにもかかわらずぶつけた。そうだからねロレックスだからよかったっすよ、うん、これがもっとねやばい時計だったら普通に気づいてたと思いますね。ですよね。塗装がえぐれるぐらいですもんね。そうそうだからベゼル、ベゼルですね。ベゼルがだからセラミックだったんでよかったんですよね。であとサファイアクリスタル、ね、風防がサファイアクリスタルだったんでめちゃくちゃ高度高いとこなんでよかったんですけど、うん、これがね普通のステンレス時計とかだったら普通に持ってかれてたと思うんで気をつけてくださいまあその時の落ち込みったら半端なかったと思いますけど今では笑い話というか思い出の一つですもんね。
そうです、あの耐久テストになりましたね。笑える機会来てよかったと思いますね。はい、はい、そして続いてのページをめくってください。はい、ロレックスの王冠ゴリゴリに削るというエピソードですね。ロレックスの王冠、そうこれね、ゴリゴリに削る、そうロレックスってサファイアクリスタル風貌のですね、うん、一番下のところ6G位置のところにですね、うん、こうよく見るとこう、ね、王冠マークがね入ってるんですよ。透かしですよね、いわゆる透かしなのかちょっとこうレーザー加工かなんかで王冠マークが入ってるんですよ、うん、本当にね、はい、目で見えるか見えないかっていうぐらいの本当に小さなものなんですけど、はい、僕はねあの初めてロレックス買った時に全然そんなの知らなくてですね、うん、毎日ニヤニヤ眺めてたらですね、ある時ほれ、うん、このなんか下の方にホコリついてんなみたいなあれ、おや、いやなんかちょっと指紋かなと思って最初こう拭くんですよ、ティッシュとかで。だけど、うんうん、拭けども拭けども全然取れないから、うん、あれと思ってだんだん爪を立ててですね、こうティッシュでゴリ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 って削ってるんですよ。でも全然取れないから、あれこれはなんかさすがにおかしいぞと思ってですね、インターネットで調べてみるとそれは王冠マークだと、うん、いうことをです、ね、知って、うわやっべやっちまったと、うん、いうことでね青ざめたっていうエピソードですね。これ私めちゃくちゃ好きだわこの話。いやだから、ね、あれって裏に入ってるのかな、あのいわゆる、文字盤の、うん、ガラスの部分に多分これ表だと思うんだよな、表なんだ、そこにこうどういう仕組みかは分からないけど、うん、よーく見るとロレックスのいわゆるあの王冠マークが透かしとして入ってるんですよね、うん、それをホコリだと思ったでも分からんでもないな。いやこれホコリですよどう見たって知らなかったらいやそう、ね、だから知らないじゃないですか、そんな初めてロレックス買って知らないね。で当時はね、今みたいにそんな YouTube とか YouTube もありましたけど、別にそんな時計情報発信してる人とかも2016年ですから、まあ、ほとんどいなかったと思いますし、うん、インターネットもね今ほどはこう SNS とかも充実してなかったし、うん、いや知らないわけですよこれはね青ざめましたね。ほんと取れなくてよかった。 やっぱロレックスさすがだなと思いましたね、そこが。そうね、削った程度じゃあ取れないよと。恐るべしサファイアクリスタルですし、ここで一つ勉強になったのが、ロレックスの 6G1 ガラスには透かしが入っていますので、削らないでっていうね、そうください、そういうことです、はいはい、そして最後のページをめくってください、はい、あ本当だ、はい、友達に時計の魅力を語りすぎて惹かれるです。おーシンプル。これはねやっぱりロレックス買うじゃないですか、うん、嬉しいじゃないですか、はい、嬉しいね。で時計にね興味のない友達とかに、いやロレックス買ってさこれがめちゃくちゃいいんだわって話すじゃないですか、うん、うん、いや惹かれてたと思いますね。その優しいから言わないけど、うんうん、だってね普通に考えたら嫌みったらしいじゃないですか、うん、苦い思い出だなそれ。いやそうだからまあ、友達に恵まれたのもあるかもしれないですけど、下手しい友達を失いかねないなと思ってその友達は興味ないの？興味ないですよ。あ興味ないし、周りに時計好きの友達っていなかったから、はあ、語れる友達がねいないんですよね。まあそんなこともね気にしなかった時はもうベラベラとね魅力を語ってましたけど、うん、いやこいつうぜえなと思われてたんじゃないかなと思いますよね。人生半分損してるぞと同じ嫌悪感みたいな感じですよね。そういうことそういうこと。こんないいものがあるぞみたいな。そう、そういうこと。それがまたロレックスっていうのがね、ちょっといやらしいなっていう、なんていうのかな、そのブランドの良し悪しっていうかちょっと難しいですけど、わかります、はい、なんかこうロレックスっていうのがまた絶妙にちょっとこういやらしいなっていうね。ついに象徴みたいな感じがありますし、なかなか買えるものでもないしね。そうね。そうだからね、ほんと申し訳なかったなって思いますね。謝っときましょうね、ここで。そうね、本当に申し訳なかった。はい、本当に申し訳なかった。申し訳なかった。気をつけましょうね、申し訳ない。腕時計に。本当に申し訳ない。そう。懺悔が出たところで。だからね、まあ、ブログとか YouTube とかね。そうね、こういうね存分に話せる場所があるっていうのは嬉しいですね。
よかったです。あのポッドキャストもそうだし YouTube もそうだし、うん、こう腕時計のことを語れる仲間がどんどんねできてきて、そうよかったなと思いますね、はい、以上ね4つの私のしくじりエピソードです、ね、重かったわ結構。いや、ね、いやでも皆さんのしくじりエピソードもあったらねぜひ聞かせてほしいですね。聞きたいですね。ちょっといろいろ募ってみましょうか、うん、いや本当アルワイ先生ザックバランにありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、結構皆さんもねこう完璧なイメージのあるアルワイさんがミスをするということは意外だったかもしれませんけれども、同じ鉄を踏まないように気をつけていただきたいと。それからあの同じような、それから私なりのミスがもしあるならばぜひ教えていただきたいと思います。アルワイさんありがとうございました。ありがとうございました。優しい腕時計。いかがでしたでしょうか。この番組の情報ラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも詳しく読んでいただけます。復習したい方はそちらもどうぞご覧になってください。番組のご意見ご感想を取り上げてほしいテーマのリクエスト、あとはやらかしエピソードをメールでお待ちしています。ude@jocr.jp ude@jocr.jp までお寄せください。それからツイッターとインスタグラムもやっております。番組と合わせてフォローをお待ちしております。ツイッターは割ともう緩めの投稿、それからインスタはこの番組で話した内容を簡潔にまとめた投稿となっております。優しい腕時計もしくはハッシュタグやさ腕で検索してください。私の YouTube チャンネル腕時計のある人生もよろしくお願いします。次回も私たち2人が優しくトークします。ここまでのお相手は腕時計 YouTuber の RY とラジオ関西アナウンサー春名優輝でした。それではまた。